津島みちこ1月31日から1997年2月1日は小説家、太宰治の妻、旧姓石原、太宰の作品に登場することも多い。春の盗賊、白明、親友交換、女神、父、美男子とタバコ、家庭の幸福ほか、12月8日では一人称で登場する。石原初太郎、蔵の四女として、 島根県長郡浜田町に生まれる。父の初太郎は、山梨県中駒郡松島村大、下城出身の地質学者で、当時島根県の中学校で校長を務めていた。山形県の山形県立米沢中学校校長や、広島県の広島高等、市販学校地質学教室講師を務めた父の転勤に伴い、各地を転々と移り住んだが、 1922年、不その地である、山梨県甲府市水門町29番地に戻る。1929年3月、山梨県立甲府高等女学校卒業。同年、東京女子高等師範学校門下に進学。在学中の1931年2月25日に、父、初太郎を失う。1933年3月、 東京女子高等師範学校を卒業。5月25日、東京帝国大学医学部在学中の兄、石原下源太が病死。同年8月4日、山梨県立鶴高等女学校の教諭に就任。知りと歴史を教える傍ら、翌1934年9月15日から、寮の社官を兼任する。1938年7月上旬頃、 太宰治の身の回りの面倒を見ていた中畑慶吉と北宝志郎が伊ブ瀬マスジに太宰の結婚相手の世話を依頼する。当時、伊ブ瀬の学友の弟の高田栄之助が東京日日新聞の記者をして伊ブ瀬家に出入りしており、高田は甲府支局勤務時に三竹自動車の社長斎藤文次郎の長女の住み子と知り合い、結婚することになっていた。イブは 斉藤氏に誰か良い相手はいないかと手紙で問い合わせをする。母からその話を聞いた住子は、婦女会で知り合った、幸福高等女学校の二年後輩の石原、愛子を通じて、愛子の姉の道子の存在を知る。そこから太宰との縁談が進められた。同年8月上旬、東北から北海道を旅行。8月7日、青森の青森駅前通り、成田本店で、 ダザイの作品集、虚構の方向、ダスゲマイネを購入し生官連絡船の中で読む。同年が秋、ダザイから諸女作品集、晩年を送られて読む。同じ頃、慎重で短編、奪捨てを読む。自分で自分をついばんでいるようだと感じたという。同年9月13日、ダザイは、イブセマスジの勧めにより、 山梨県南鶴郡川口村の三坂峠にある、土産物屋県旅館である、殿下茶屋を訪れる。9月18日、太宰は、伊ぶ瀬の付き添いで、甲府市水門町に居住する道子を訪れ、見合いを行う。太宰は直ちに結婚を決意したという。11月6日、婚約。11月16日、甲府市立町の下宿屋である琴吹館に移る。 12月24日、山梨県立鶴高等女学校を遺願退職。太宰治と結婚後、暮らした甲府市朝日の急遽後1939年1月6日、甲府市三崎町の借屋に移転。1月8日、東京府東京市杉並区の伊ぶ瀬ま自宅にて太宰と結婚式を挙げた。9月1日、東京府北多摩郡三鷹村下連尺に移り住む。 1941年6月8日、長女縁号を生む。1942年、太宰が道子をモデルにして書いた一人称の短編、12月8日が、夫人公論2月号に発表される。1944年8月10日、山梨の実家にて、長男正木を生む。1947年3月30日、次女里子を生む。 1948年6月13日、太宰が死去。12月、大屋から立ちのきか買取かの二社宅一を迫られて、東京都北多摩郡三鷹町を去り、東京都文京区駒込明野町に転居。1949年8月、文京区駒込宝来町に転居。1958年8月、文京区加護町に転居。1960年2月、 マサキが肺炎で死去。去年1九1964年、その子が大倉官僚の上野雄二を婿に迎える。1978年5月、人文書院から改装の太宰治をお上司。1997年2月1日、心不全で死去。85歳没。遺骨は太宰が眠る三鷹自然林寺に葬られた。百九十八年一月、 税務所工事で課税遺産額が約9億4000万円と発表される。ありがとうございます。